者たちが彼らの鍵に入って助けとなります。家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、大不況たちに一度に倒していく、そんな夢のような物語があります。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるかもしれません。場所は王子スタジアムにて 2022X リーグディビジョン3ウエスト昭栄ブレザーズ対広島ホークスの一戦が行われます。試合開始15時15分キックオフ予定となっています。ただいま両チームによる試合前のコイントスを行います。手前側に陣取りますホームスタンド側、カラーのユニフォームブルーのユニフォームを飾っておりますのが昭栄ブレザーズ。奥側バックスタンド側にありますのがホワイトのチーム広島ホークスです。この試合が両チームの開幕戦となります。昭栄ブラザーズは今シーズン、昨シーズン一気に2位に躍進しました。そして春は優勝しました大阪ガスにあと一歩まで迫るという大躍進を遂げ、今季優勝候補最有力となっておりますチームです。対します広島ホークスは広島にありまして、しかしその地においてアメリカンフットボール普及に邁進し、近年は優勝争いに
加わる非常に強くなったチームです。この両チームによる一戦が果たしてどのようになるのか注目しましょう。昭和キックオフ、広島リターンで試合が始まります。本日の試合は10分正式計時で試合が行われます。まず試合は昭栄ブラザーズのキックオフで試合が始まります。キックオフキッカーを務めますのは昭栄ブラザーズ48番、永瀬、近畿大学出身のプレイヤーです。対しまして広島はリターナーを2枚セットします。リターナーは14番と23番のプレイヤーが配属されました。リターナー広島14番は和田、名城大学のルーキープレイヤー、23番は吉田、日本大学のプレイヤーです。広島リターン、14番左に展開します。自陣30ヤードを超えたところで外へ出まして、この視点からの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは広島の攻撃に入ります。広島自陣33ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。まずは広島がクォーターバック自らランプレーを展開しました。まずパスを投じようとしましたが、そこから1点スクランブルに転じ、クォーターバック3番左オープン駆け上がり約9ヤードのゲイン。ここで負傷者が発生しておりますので、一旦レフェリーによるタイムアウトが与えています。アメリカンフットボールの攻撃方法は主に2つに分けて、ランプレー、そして前に投げるパスプレーです。後方へ投げるランプレーもございますが、しかし一般的にはこの2つの選択肢のいずれかという形になります。先ほどのプレーはクォーターバックが自ら持ち込みランプレーを展開しました。見事なランプレー決めました。広島のクォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身、チームのバイスキャプテンを務めております。先ほどのランプレー、攻撃権更新となりまして、再び広島1回目の攻撃となります。最初の攻撃地点から10ヤード前進しますと、攻撃権は再びリセットされ1回目という形になります。したがって広島ファーストダウン10、攻撃権更新にはやはり10ヤードの前進が必要です。ナイスラン、ファーストダウン。広島はここで1人だけ動かしていいワイドレシーバーにモーションをさせ、その勢いに乗って右オープンを駆け上がらせました。これを用じましたランニングバック9番は右オープン駆け上がり、攻撃権更新、ファーストダウン、再び1回で攻撃権更新としています。見事なラン決めました広島ホークス。ワイドレシーバー9番は酒井、島根大学出身のプレイヤー、中四国大学出身のプレイヤーが X3 で活躍しております。広島攻撃権更新重ねまして、再び1回目になります。相手陣入って相手陣40ヤードの地点からのファーストダウン10。今度はオプションプレーです。オプションプレーはクォーターバックが持つか、ランニングバックに投げ渡すかの選択プレーです。今回はランニングバックに渡しました。
これをランニングバック取りまして左オープン駆け上がろうとしましたが、これは翔英がディフェンス集まりよくゲインは2ヤードで抑えました。したがって広島今度は2回目の攻撃に入ります。広島相手陣38ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃、攻撃権更新には8ヤードの前進が必要。ファーストここで広島はパスプレーに転じました。クォーターバック18番、1回だけ投げることができる前パスをワイドレシーバー1番に投し、これを大きくゲインとしています。広島攻撃権更新としてファーストアウトしました。見事なパス投じました広島クォーターバックは18番の港に、京都外国語大学出身のルーキープレイヤー、取りました1番は1位、神戸大学の同じくルーキープレイヤーです。広島一気に相手陣深くに入りまして、ファーストダウン2ゴール残り8ヤード、ここでホイッスルが鳴りまして一旦時計は止まります。そして審判のシグナルにより再び試合再開となりました。さあ今度は中央へのランプレー、ランニングバック33番に持たせて中央突破を図りました。ランニングバック33番、味方のブロッカー生かして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっています。見事なラン決めました。ランニングバックの33番は河野キビ、国際大学出身の復帰プレイヤーです。カムバックプレイヤーがここで活躍します。広島セカンドダウン2ゴール残り4ヤード、得点エリアであるエンドゾーンまであと4ヤードの地点でのセカンドダウンの攻撃です。さあここで中央へのランプレーを展開しようとしましてキャリア20番に託しました。しかしこれは広島ディフェンス集まりよくノーゲイン、前進距離なくサードダウンに変わります。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。託されましたランニングバックの20番の選手はしかしここはゲインできませんでした。ここで反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。この反則による罰則は本来5ヤード、しかし残り距離がありませんので半分の距離の罰則となります。広島セカンドダウン2ゴール残り2ヤードの状況で果たして何を攻めるでしょうか。さあ中央へのランプレータッチダウン、ここで広島フルバックによる中央突破のダイブプレー、味方ブロッカーの間を貫くようにランニングバックが飛び込み、そのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。広島ホークス6点獲得。まずは広島最初のオープニングドライブ、見事に得点タッチダウンという形で得点といたしました。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加、広島ホークス7点、翔英ブレザーズ0点。まず広島が先制というタッチダウンで先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールかエンドゾーンに持ち込むタッチダウンです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が加点されます。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーのボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。この他には自殺点のセーフティー2点があり、結果1回のプレーでの得点は2点、3点、6点、7点、8点という形の2の倍数、3の倍数、7の倍数の加点方式になります。結果引き分けが起こりにくい得点構造になっています。
そして試合は先ほど得点を挙げた広島ホークスのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開になります。したがって得点をされた側は必然的に次の攻撃権を得る形になっています。広島ホークスのキックオフキッカーは8番の左近が務めます。左近は立命館大学の OB プレイヤー。ショーへリターン、味方ブロッカー生かして中央突破。リターンは33番自陣30ヤードを超えた地点までリターンし、ここからの攻撃権としました。先ほど得点をされた広島、ショーウェイブレザーズ、ここで反撃になりますでしょうか。その最初の攻撃に入ります。ボールオンは自陣34ヤードの地点からショーウェイファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。同じく攻撃権更新の残り距離は10ヤード。まずはランニングバックに託しました。キャリア26番ハンドオフを受け、右オフタックル付近をつきました。ゲインは約4ヤード。キャリア26番は金子、近畿大学出身。ショーウェイセカンドアンシックス、ボールオンは自陣38ヤード。2回目の攻撃、攻撃権更新までの残り距離6ヤードです。再び中央へのランプレー、ショーウェイランプレーによる突破を図りますが、しかしこれは広島のディフェンス集まりよくノーゲイン。ゲインなくサードダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断により熱中症対策としてタイムアウトを取られる形があります。レフリータイムアウト、ウォータータイムアウトを取ります。本日はまだ残暑厳しいこともありまして、審判団の判断でクォーターの半分でタイムアウトが入りました。ウォーターブレイク解けまして、ショーウェイサーダウンの攻撃に入ります。ショーウェイサーダウン6、ボールオンは自陣38ヤード。このパスは不成功。ショーウェイクォーターバック2番、右に流れながらワイドレシーバー18番にパスを投じましたが、このパスは外へ出ており、パス不成功となりました。フォースダウンに変わります。ショーウェイフォースダウン6、4回目の攻撃はパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このパントは広島陣35ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となります。
反撃試みました昭栄ブレザーズ、その攻撃つながらずパントにより攻撃権放棄という形を選択しました。しかし陣地挽回図れまして広島自陣37ヤード地点からのファーストダウンと変わります。広島自陣37ヤードからファーストダウン10。広島ここで中央のランプレーを展開しようとしますが、これはディフェンス圧力あり、原因はほとんどありませんでした。1ヤードで止まっています。後ろに戻されましたが前に前進する動きがありましたので、この地点まで前進したという形になっています。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身のプレーヤー。広島セカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には9ヤードの前進が必要。さあ再び中央へのランプレーです。しかしこれも翔英のディフェンス集まりよくノーゲイン。翔英ここでディフェンス陣が踏ん張り始めました。キャリアでしたのは広島の38番のプレイヤーです。失礼、39番のプレイヤーでした。竹之内、関西大学出身のカムバックプレイヤーです。広島サーダウン9、失礼、サーダウン5、サーダウン8に訂正します。さあ三度のランプレーを展開します広島ホークス。しかしこれは翔英がディフェンス踏ん張り、原因はほとんどありません。フォースダウンに変わります。キャリア33番河野、この距離を突破することはできませんでした。広島フォースダウン4、4回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の残り4ヤード、最後の攻撃権で果たしてどのような選択しますにしますでしょうか。フォーメーション変えます。パントフォーメーションに変えました。広島陣地挽回を図ります。このパントは翔英陣30ヤード付近でボールデッド、この位置での攻守交代となります。攻撃権変わりまして翔英ブレザーズの攻撃となります。翔英自陣33ヤードの地点からファーストダウン10。さあ広島の攻撃を耐えました翔英、今度こそ反撃なるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック2番プレイアクション、ランプレイアクションからのパスを投じました。ターゲットは6番、しかしこのパスはリフレクト、弾かれパス不成功となっています。パス失敗という形になり元の視点に戻ってセカンドダウンになります。前パスは失敗しますと元のプレーに戻され次の攻撃となります。したがって翔英自陣33ヤードからセカンドダウン点。さあ翔英ここでランプレーを展開しようとします。アイフォーメーションからランニングバックに戻せ、右オフタクル付近をつきました。しかしこれは広島のディフェンス集まりよく、ゲインは1ヤードにとどめています。翔英サードダウン9の状況に挑みます。翔英自陣34ヤードからサードダウン9、3回目の攻撃、
攻撃回数残り回数2回の状況、攻撃権更新には残り9ヤード。パス、インターセプト、プレー見失いまして失礼いたしました。先ほどここで翔英はロングパスを取りました。しかしこれを取りましたが広島14番ボールを奪うことによって広島は攻撃権を奪取しました。インターセプトにより攻守交代、ターンオーバー、見事なインターセプトを決めました。広島ホークス14番は和田、名城大学出身のルーキープレイヤーです。先ほど和田のビッグプレーにより広島は攻撃権を奪取しました。したがって広島自陣30ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。パス成功、ファーストここで広島ミドルゾーンへのパス、これをワイドレシーバー1番伸び上がりながらキャッチしファーストダウン獲得です。見事なパスキャッチ決めました。広島の1番は1位神戸大学出身のルーキープレイヤーです。広島自陣47ヤードの地点に迫りましてファーストダウン点、さあここで広島中央へのランプレーを展開します。フルバックに託し中央突破、パワープレーでそのゲインを図りました。味方ラインマンのパワーもあり約4ヤードのゲインとなっています。キャリア39番は竹之内、関西大学出身。広島相手陣に入りまして相手陣49ヤードからセカンドダウン6、ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして翔英ブレザーズ0点、広島ホークス7点、広島ワンタッチダウンリードで後半第2クォーターに移ります。